はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ちょっとこういう形でちょっと見えづらいかもしれないですけど、紐をちょっとこのネットの上にセットしました。はい。で、まあ、ネットのどこを通せばどこに入るかっていうのをちょっとテーマとして、はい、で、まあ、チャンスボールが、こう狙うところが結構皆さん迷うっていう方多いんで、うん、チャンスボールをどこを通して打つかとか、まあ、ちょっと深いボールに関してもこの紐のどこを通すかっていうのでこう入る位置、深さっていうのをちょっと今日は、はい、その理屈というかそこを説明していきたいなと思いますので、はいはい、まずちょっと今日玉出しマシン使ってやりますので、それで打ってるところを取ってからまたお話ししていきますので、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今で打ってもらったんですけど、はい、全体的にどうだったかちょっと感想を教えていただきたいんですけど、うん、はい、どうでしたか内訳。まあ、そうですね、はい、まあ、ちょっとあの紐を引いて、ね、はい、で、紐より上を通してロブ打って、うん、で、紐とこうネットの間を通して、はい、まあ、打ち込みっていう風にやったんですけど、うん、まあ、でもあの線があることによってあのどこを狙えばいいのかっていうのが、うん、まあ、明確になるので、まあ、やりやすいですよね。練習しやすい。なるほど、うんうん、打ち込みの時に多分 あの線よりも上行ってしまったら、うん、多分もうそもそもアウトになってしまうので、うんうんうん、そうそう。でロブもあそこの範囲を通そうとするとあのパワーが今度必要になってくる、はいはい、うん、っていうのはね感じました。なるほど、うん、今こういう形で、はい、今日は、ね、この、まあ、審判台と、はい、まあ、ここのコートはちょっとこういうテントがね、うん、あるのでここにちょっと結びつけてやったんですけど、はい、ね、やり方としては審判台と審判台をこう、まあ、ちょっと隣のコートで
どなたかね使ってる方がいたら、うん、あのお答えしてやってもらいたいんですけど、はい、まあ、こういった形でちょっと工夫してもらって紐を引っ張ったり、だいたいネットこの倍の高さぐらいですかね。そうですね、まあ、ラケット1本ちょっとぐらい、ラケット1本半ぐらいあるかないかぐらいの、うん、まあ、これはまあ、 あくまで目安なんで、うん、あの別に細かく何メートルとかいうのはそこはやりやすいようにやってもらえればいいと思うんですけど、はい、まずこの赤いコーン、クロスとストレートですね、赤いコーン狙うのにあたっては、だいたいこの紐のどれぐらい上を今通して打ってましたか。私は結構ね、多分この倍通してたと、はい、あ、もうさらにもっと上、さらに上、あ、その紐よりもそうですね、さらに上、まあ、あの、なんだろうな、ダブルスとかで考えてもらうと、はい、前に前衛さんがいるじゃないですか、はい、やっぱこの高さでギリギリを通そうと思っちゃうと前衛さんに捕まってしまうので、うん、なるほど、そう、ロブ打つときはもう本当にこの倍あっても全然いいと思う。じゃあもうさらに倍ぐらいのイメージ、そうですね、うん、を狙って私はまあ打って、はい、で逆にあの、まあ、打ち込みのときは、はい、あのクロスに打とうと思っても結構センター気味に行っちゃってたんですね。結構ね、あの、まあ、カットさせていただいてるんですけど、はい、ネットがミスとして多かったから、そうですね、難しそうでしたね、結構クロスは、ね、ラインはそう、あの打ち込もうと思うとやっぱね、ネットするか、うん、結構オーバーする、サイドアウトするかとかなので、はい、そう、それはあの、なんだろうな、ショートクロス狙うような感じでやっていただいた方が、まあ、なんか安全にコートの中に入るのかなっていうふうに思いましたね。この間ね、ショートクロス、うん、あのお伝えしたと思うんですけど、1メートルぐらい高く通すっていうのがあったんで、うん、なんで大体この紐ぐらいの高さだったのかな、ね、ショートクロスだと、うんうん、あの時の感覚だと、この間お送りしたやつだと、まあ、多分ちょうどこの紐か、もしくは紐のちょっと上ぐらいを通していくと、うん、あのクロスの、うん、ストレート、あ、クロスの、あのショートクロスか、そうですね、うん、行きやすいのかなっていう、クロスのなんだろう、打ち込みっていうのは結構難しいね、うん、そうだね、意外とね、準クロスでラリーしてて打ち込みで結構ミスしちゃうっていうのは確かに多いんで、うん、そこの高さの意識って結構大事かなっていうのは、うん、そうですね、今見てて思いましたね、うん、なんかストレートの方が、うん、なんだろうな、なんか打ちやすさはありましたね。あ、本当、なんだろう、この大体ストレートの時は大体どれぐらいですか、この紐とネットの間だと。そうですね、私は狙いとしては、はい、あのここにもう一本線を引くとしたら、間ぐらい、ね、ここの間を狙うとちょうどサービス、はい、今あのコーンがあるところらへんに行くんですね、はい、だいたい紐とこのネットの、そう、このネットの間ですね、間ぐらいを通すと、通すとコーンのところ、なるほどね、あ、青いコー ン、ちょうどあそこに、でここの真ん中と上の間、ここを通すと、はいはい、赤コーンの方に行きます。なるほど、打ち込みで、あ、打ち込みだとね、はい、あ、なるほどね、チューロブ以外の選択として、赤コーン、例えば深さをじゃあ出したいとき、チャンスボールの、はい、例えばダウンザラインとかに打つときに、うん、深さを狙いたければ、まあ、ここの間を狙った、なるほどね、もう一本じゃあそこの間に紐があったとして、なるほど、そういう目安の作り方でもいいのかな。私はなんかそう、なんかそれだと、はい、なんかなんだろうな、下からこうだと、はい、ちょうど本当に青コーンに行って、そう、真ん中とこの上の方だと赤コーンの方に行ったので、はいはいはい、うん、そう、私はちょっともう一本頭の中でちょっと、なるほど、ね、線を引いてやってみたんですけど、そう、だ、やっぱり打ち込みとはいえ、やっぱストレートって距離が短いので、そうですね、やっぱちょっとだけでも回転を入れていかないと、はい、やっぱ伸びやすくなっちゃうんですよね、はい、そう、なので私は、まあ、ちょっと回転入れつつ、ね、まあ、前に押し出すような感じでやったんですけど、はい、まあネットってね、やっぱ端に行けば行くほど上がってるので、そうですね、真ん中からね、多少やっぱリスクはあるんですけど、まあ、しっかり打ち込むことによって、はい、まあ、攻撃の一つのパターンとなるので、うんうん、まあ、この練習は多分ね、相当なんだろうな、こうやって目安作ってあげることでやりやすくなるのかなっていうふうに分かります、うん、ただただ適当にこう打つんじゃなくて、ね、高さに意識してない、そうそうそう、意識してあげると、あ、このここら辺狙えば大体ここに行くんだっていうのが分かってくるので、まあ、まずはね、こうやってあのやりやすい、はい、あの、まあ、こういうコートって大体審判台とかついてると思うので、はい、まあ、あるものでやっていただいても構わないので、そうですね、はい、そう、こういった形で、うんうん、なんか点と点でこう結ぶっていうよりかは、ね、やっぱ点と線でこう結んでってあげた方が、ね、うん、やりやすいんですね、そうですね、はい、はい、あの、あと、まあ、フラフープなんかここに
なんかうまいこと、はいはいはい、うん、ありますよね、大きいフラフープここに吊り下げて、そこに置いてあげてもいいのかなっていう、うんうん、まあ、これに吊り下げるか、もしくはなんかこう立てうまくこう立ててあげるとか、うんうんうん、やってあげても、それをね通すっていう方がやっぱりシンプルで分かりやすいですね。そうですね、うん、これでラリー練習とかねしても面白いと思うので、うん、ちょっと最後あの僕と佐藤コーチで、はいはい、僕は的の方に立つので、はい、あの佐藤コーチがちょっと内訳を最後やってるシーンをお送りして終わりにしますので、はいはい、ちょっとラリー練習の方に移っていきますので、はいはい、よろしくお願いします。お願いします、はい、紐のほんと倍の高さぐらい、紐ぐらいだと多分浅いよね、こうなるよね、浅い、わあ、ナイスショー、これ大体多分真ん中ぐらい